小さこべは山本周五郎の時代小説、日本人の持つ細やかな情の世界を描いた。映画化、宝塚歌劇団による舞台化、NHK によるドラマ化も行われた。また、本作がリメイクされる形で漫画化されている。主人公、茂次は、大化で、両親も店も失ってしまった、大工の若闘領。誰の力も借りずに家業を再興させると、 固い字を張る彼は、同じ境遇の焼け出された孤児たちを放っておけず、自ら孤児を引き取り、育てていくことになる。仕事と人助けの狭間で常に悩みながらも、人の道をひたすら見つけようとするしげじだったが、1962年6月10日公開、東映制作、配給、宝塚歌劇団が小さな花が開いたのタイトルで、ミュージカル化、1971年初演。 小さこべ、若東梁と九人の子は、NHK 総合テレビジョンで2006年9月7日から2006年10月5日まで放送された木曜時代劇。前後回。従来の時代劇にある盾を排除した画期的な時代劇として注目された。なお、個人は九人となっている。もちづき太郎による時代設定を現代に本案したコミカライズ作品。 ビッグコミックスピリッツ2012年40号より2015年11号まで連載された。2013年、第17回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞。2016年にはフランス BD 評論家協会2016ベストアジア BD を2017年にはアングレーム国際漫画祭シリーズ賞を2年連続で受賞しており、 フランスの読者から高い評価を受けている。火事で実家の工務店、大止めが焼け、両親を亡くした若頭領、しげじは父、止め作りの言葉を胸に大止め再建を誓う。そこに、身寄りのないお手伝いの率と、行き場を失った、福祉施設の子供たちが転がり込んできて、若頭領の崖っぷち人生劇場が開幕する。小さこべに関するカテゴリー。ありがとうございます。